Spinner。味な副音声ボイスオブフード。平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第36回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今回のテーマは鍋焼きうどんに救われがちです。はい、というわけで、配信日は新年も明けて数日だと思うんですけれども、皆様明けましておめでとうございました。今年もよろしくお願いします。もうおせちが過ぎ去り、お雑煮も過ぎ去り、お餅は食べ過ぎ、七草会はもう間もなくという、おめでたく清々しい新春の日々ですが、そんなことは関係なく、今回の味な副音声のテーマは鍋焼きうどんです。なんでだよっていうね、まあ、なんでかは置いといて、私ね、鍋焼きうどんというものが本当にものすごく好きなんです、まあ、うどん自体も大好きなんだけど、特にあのコンビニの鍋焼きうどんというものにすごく肩入れをしている自分がいて、まあ、冷凍庫の常備品といえば、まあ、セブンイレブンの金のマルゲリータでしょ、あとあんだ餃子っていう餃子屋さんの冷凍の水餃子ですね、あといつまで経っても使われない長ネギの青い部分と、それからコンビニの鍋焼きうどんですね。あとね、最近はあのハーゲンダッツ、ハーゲンダッツのバータイプのアイスの冬限定ザッハトルテっていうのがもう本当にすんごい美味しくて、なんかね、濃厚なハイカカオチョコレートアイスをパリパリのチョコレートコーティングで包んでんだけどさ、その内なるアイスと外側のコーティングの間にもうトローンって甘酸っぱいアプリコットソースが収納されてるわけで、それがさ、なんか冷凍なのに全然固まらないでトロンってとろけてくるのね。その甘酸っぱさと濃密なチョコレート味のこのコンビネーション、もう本当に最高で、ちょっとこれはねたまらないなっていう感じで今感動して食べてるんですけれども、まあ惜しむらくは最後のラスト1割くらいのところになぜかアプリコットソースが浸透してなくて、まあ、クライマックスでチョコだけになっちゃうという、こうちょっととした爪の甘さみたいなのを感じるのを私3回くらい経験してるんですけど、でも、まあ、どんだけ食べてんだって感じなんですけど、あの期間限定商品なのでね、ぜひ皆さん見つけたら買いです。あの本当損ないと思います。あのコンビニの限定商品っていうのは流れ星なんでね、あの見つけたら即買うっていうのを習慣にしていただければと思います。はい、話それまくりだよねっていう、あの鍋焼きうどんですよね。あの私はコンビニの鍋焼きうどん大好きですということで、あのもう何度お命を救っていただいたかわからないみたいなご恩があるわけなんですが、もうね、こう仕事が遅くまでになって飲食店はおろかスーパーも閉まっちゃって、お腹だけは空いてて、そういうもう石ころ状態の時にですよ、鍋焼きうどんっていうのは染みるんだよね。やっぱね、お弁当とかカップ麺だとちょっとなんかこう寂しい気持ちになるんですけど、鍋焼きうどんだとこうちゃんと心まで届くんだよね。でそれなんてかなっていうふうに考えてたんですけど、私は気づきました。多分ね、火で温めるからだと思います。まあ、今 IH も使えますけど、火で温めた熱々の汁物を食べるっていうのはね、こうめちゃくちゃこう心の柔らかい場所に土足で上がり込んでくるような癒しの力があって、やっぱね、マイクロウェーブじゃなくてファイヤーなんだなって思うんだけど
あの本当火の力ってすごいのよっていきなり火について語り出しちゃうけど、やっぱねファイヤーを手なずけた動物は人類だけですからね。あの火を所有していることが人と動物の違いだっていうのがね、あのリチャード・ランガムさんっていう生物人類学者の方が火の賜物っていう本をね書いてるんですけど、これめちゃめちゃ面白くて、そのもともとその火の使用と料理の発明っていうのが人類を人類たらしめたっていうことで、その中にねこういう一節がありまして、火のない生活がどうなるかということを忘れるのはたやすい。夜は寒く暗く危険で、私たちはなすすべもなく日の出を待つことになる。食べるものはみんな生だ。私たちが暖炉に心慰められるのも無理はないって言うんですけどね、これもう私に言わせてみれば、私たちが鍋焼きうどんに慰められるのも無理はないとなるわけなんです。もうなんかありがたみが増してきますよね。はい、ちょっと押し売りな感じかもしれないんですけどね、えなんかその冷凍の鍋焼きうどんっていつ発明されたんだろうっていうのを調べてたんですけど、どうやら1978年に近畿冷熱株式会社、現株式会社金霊さんっていうのが生み出したということで、なんか金霊さんもともとガスの会社だったらしいんですけど、その天然ガスを気化するときに生じる冷熱っていうのがマイナス162度らしくって、いやこれほっとくのもったいないな、なんか利用できないだろうかっていうので考えて生み出されたのが冷凍食品だったらしいです。このね、なんかこう副産物が新たな価値を生むっていうの私すごい好きで、これまた余談なんですけど、私があの羽田空港で絶対買っちゃうバターのいとこってお菓子があるんですけど、それね、あのバター作る時にどうしても出ちゃうスキムミルクっていうのを使ってゴーフルっていうお菓子を作るっていう、その循環型のお菓子プロジェクトで、これめっちゃ美味しいんですよ。で、美味しくて私毎回買っちゃうんですけどね。はい、話されましたが、まあ、そんなこんなで金霊さん鍋焼きうどんも冷凍化の実験に乗り出したと。ただね、初期試作の冷凍鍋焼きうどんはつゆの中に麺と具を一緒にした状態で冷凍しちゃったらしくって、そうするとこう煮込むと麺が伸び伸びになっちゃうっていうのでね、あのかなり失敗作だったみたいなのがあの金霊のホームページに書いてあったんですけど、そこで四国出身の開発担当者が燃えるわけですよ。こんなのうどんじゃねえみたいな、なんとか讃岐うどんのようなコシのある麺にしたいということで、あの試行錯誤の結果、その麺とつゆを別々に凍らせるっていう、今だと普通なんですけど、その麺つゆ具の三層構造っていうものを思いついて、そこからロングセラー商品として育っていたという、まあなんかプロジェクト X みたいな感じのエピソードがありまして、まあ、言われてみれば鍋焼きうどん三層構造になってるかもその時私気づかされて、まあ、そんな努力も知らずにいただいてるんだなと思って、本当ありがたいなって言って、さらにさらにありがたみ増してるんですけどね。ということで今日はですね、あの各社コンビニの鍋焼きうどんの皆様にお越しいただいておりまして、こういろいろね食べ比べていきたいなと思うんですけど、もう私自身ね石ころ状態の時にこう這いつくばるような感じで深夜に鍋焼きうどん食べることが多いので、この食べ比べキャーみたいなことしないので本当に新鮮で、まあ、あの全部同じ味だったらどうしようとか思うんですけど、まあ、きっと各社それぞれの個性があるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ最初にお越しいただいたのは、ローソンの鍋焼きうどんさんです。わー、こんにちは。はい、もうだいぶ顔なじみっすね。あの一番食べてる鍋焼きうどん、ローソンの鍋焼きうどんさんです。なぜかというと家が一番近いから。はい、というわけで、あのいただきたいと思うんですがいいね、この、 あの箸を割る音ね。はい、じゃあいただきます。まずスープをいただくローソンの鍋焼きうどんですねなんか深夜の味って感じがするんだよな。もうさ、足先とかさ、手とかさ、全部冷えて家帰ってきてさ、真っ暗な家のさ、電気カチッてつけてさ、チチチって言ってさ、あの火で鍋焼きうどん温めてさ食べる感じ、いやー、ありがとうだよねいただきます。おいしい。なんだろう、なんかね、ちゃんと麺にコシの感じがあるんだよね。こうそれこそただのブヨブヨの麺じゃなくて、こうちゃんと噛み応えがあって、まあめっちゃ強いってわけじゃないんですけど、なんか食べてるなって感じはあって、
お出汁も力強いんだけど割と上品だったりして、なんか追いがつお製法っていうちょっとよくわからない製法が書いてあるんですけど、それでなんか風味豊かに仕上げていますっていう風にあの表示には書いてました。あと具材が従来の8品に加えて2品増えているらしくって、それで計10品になっているということで、どれがね増えたのかわからないんですけど、私はねこの中にあの黒々と輝く椎茸さんがすごく好きです。で大体あの原良角っていう京都の七味屋さんの七味があるんですけど、そこの黒七味っていうやつを私はもうなんか親の仇くらいぶっかけて食べるのが大好きです。うん、椎茸うまいな。椎茸がねあの干し椎茸をちょっと甘く味付けしたやつで、これが出汁のあの塩辛い感じと混ざるこのね独特の甘さ、私あのきつねうどんの甘いのとも好きなんですよ。なんかこれ好きですね。もう2021年もね本当に鍋焼きうどんさんにお世話になりましたよ。特にコロナ禍で、うん、飲食店の閉店時間が早かったじゃないですか。だから私はその仕事が終わった後に飲食店でご飯食べるのがもう最高の時間なんですけど、それが叶わなかったので、いつもなんか心に隙間風が吹くようなぽっかり開いた穴たちをあの抱えていたんですけど、それを埋めてくれたのはもう鍋焼きうどんさんですね。なのでもう本当にローソンの鍋焼きうどんさんには頭が上がらないんですけどね。これが結構重たいんですよ。もうあの水分まで全部あの固めて冷凍されてるんで重いんですけど、その帰り道にその鍋焼きうどん一つばかりの重さを感じながらね、あの家へ帰る時間っていうのもね、なんかこういいもんなんですよ本当にそれでは次はセブンイレブンさんの鍋焼きうどん一食入りさんに来ていただきました。こんにちは。あーなんか上品な見た目してますね。あのねかまぼこが、ローソンはあのピンクの縁取りのかまぼこなんですけど、セブンイレブンのやつはこうシックなあのちくわみたいな色のかまぼこ、わかるかな茶色いです。しかもねお餅が入っとるよ。私ねお餅が大好きなんですよ。鍋焼きうどんに入ってる焼き餅が、まさかセブンに入ってたのか。ちょっとローソンさん見習ってね、お餅の11品目にしてほしいなって今思ってるんですけど、じゃあいただきたいと思います。まずはスープから飲むか。うん、あーカツオの風味がすごい効いてますね、ローソンに比べて。ちょっとローソンのもう一回飲んでみよう。あーなるほどなるほど、ローソンがねこうオールラウンド出しみたいな感じでいくと、セブンイレブンはかなり派手めなカツオ出しって感じですね。バシみたいな、こうカツオもそうだけど、あの節、何々節の味が結構ガツンってくる、こう華やかで艶やかな感じ。あなるほどね、面白いね、やっぱセブン派手だね。あだってなんかねウルメ節、サバ節とかも入ってるんだって。でイブスキ産の花ガツオを追いガツオとして使っているということで、なるほどね、ウルメ節サバ節も入ってるんだ。これはド派手な感じでいいですね。ちょっと麺も食べてみるよ。うん、麺ももちもち、ちょっとローソンのより太いかも。うん、どうだろう。あー比べるとですね、今平野隊員はローソンとセブンの麺の太さを比べているんですけれども、ややセブンの方が太いかも。ちょっと分厚いですね麺も。面白い、やっぱキャラ全然違うんだね。なんか同じように感じるかもしれないなと思ってたんだけど全然キャラ違いますね。しかもお餅いるし、おいお餅、もちるめどうしよう、私
ローソンの鍋焼きうどんが大好きだったんですけど、もしかしたらセブンの方が好きかもしれないって今なってる。分かんない、熱々のもの順に美味しく感じてるだけかもしれないけど分かんないけどうーん、ローソンは450円、セブンイレブン451円、ほぼ変わらないですね。まあ味も比べなければそんなに変わらない。でもしかしセブンイレブンには餅が入っているという、焼き餅が入っているというね。あとかまぼこがおしゃれっていうね、かまぼこが大人っていうね、ピンクかまぼこが好きか、茶色い大人のかまぼこが好きかっていうので、ちょっとかまぼこも食べ比べしとくか。まだちょっとローソンのかまぼこは食べてなかったんで、ローソンのかまぼこ、ピンクかまぼこっていう感じでいいっすね美味しい。見た目の雰囲気はね、まあほぼ一緒なんですけど、やっぱかまぼこがピンクか茶色かで相当トータルのイメージに影響するんだっていうことを学びましたね。やっぱこう超ラメラメのピンクリップか、ちょっと大人系のボールドブラウンかでだいぶ顔の印象変わるぜみたいなことを今証明されてる気がしますね。かまぼこ問題あるね。でもなんかお正月はやっぱこのピンクのかまぼこ食べたい感じもするよね。やっぱちょっとめでたいなっていうのでね。なんで1月はローソンのがいいかもとかね、こうなんか季節によって食べ分けるみたいな、なんかいろんなバリエーションも広がってくるかなっていう可能性を今感じてるんですけど、卵焼きも食べてみよう。卵焼きローソンどんな味だっけ。ローソンの卵焼き美味しい。甘くはないですね、美味しい。あの素朴な卵焼きっていう感じで、セブンはどうでしょうか。なんこれ、なんか食感が、あ、卵焼きっていうかだし巻きって感じかも。バフってしてる、全然違うマジか。しかも分厚さも全然違う、セブンの方が2倍くらい分厚い。へー、あとねセブンの方が黄身が弱い。だから多分あのだからこれもそうかも、ローソンは黄色い卵焼きっていう感じ、ピンクのかまぼこ黄色い卵焼きみたいな、全然違うんだな。ではファミリーマートさんがいらっしゃったようなので、ここはやったでは最後の鍋焼きうどんさん、ファミリーマートの、鍋焼きうどんさん来てくださいました。こんにちは。9品目の彩り具材が入った鍋焼きうどんさんです。どうもどうもこんにちはわあ、またなんかね違いますね。かまぼこはローソンと一緒でピンク、しかし、お餅が入っているところはセブンと一緒ですね。ちょっとまず出汁からいただきたいと思います。おいしい。先生分かりました、これねファミマはちょっと昆布が強いかもしれないです。適当言ってたらすいません。でもあのもちろんカツオの風味もあるんですけど、結構昆布も効いてるかも。面白い。ちょっと他のも飲み直してみよう。ローソンさん、セブンさんやっぱカツオ効いてますね。そして味が濃い一番。ファミマさん、カツオと昆布のちょうどいいシンフォニー感がありますね。これバランサーですねファミマさんすごいね、やっぱ出汁一つでも全然味違ってくるんだなっていうことに今ときめいてるよ私は。じゃあ麺いただきたいと思います。美味しい。これはセブンと一緒な感じかも。同じ麺使ってんじゃないかな、どうだろう
てか製造元一緒だったらウケるよねその可能性あるな。ちょっと裏面ちゃんと見てないんで分かってないんですけど、実は製造元一緒とかありそう。これ多分同じくらいの麺の細さじゃないかな、あ太さじゃないかな。え、てかもしかしたらローソンも同じなのかなもうだんだん分かんなくなってきた。ちょっとあの今持ってきてもらったんですけどね、あのそれぞれのパッケージを、なんとですねローソンの製造元金麗でした。さっきの金麗です。金麗とローソンの共同開発商品です。はい、そしてですね、セブンイレブンの製造者金麗です。はい、これ金麗とセブンの共同開発でございます。すごいねこれ。そしてですね、鍋焼きうどん、はい、こちらもですね、なんと金麗とファミリーマートの共同開発商品ということで、全部金麗じゃんっていう今驚きの、もうこの鍋焼きうどん業界というのは金麗に牛耳られていることということがですね、今事実として発覚しまして、私は金麗さんの手のひらで踊らされていたということを気づきました。だから多分やっぱこのね、あの麺の感じとか一緒なのは、やっぱこの金麗のあの元々その開発担当者の方が讃岐うどんをなんかみたいなコシのある麺にしたいぜって言ったのがやっぱ息づいている、あのやっぱりその同じ麺なんだと思います。はい、まあ、ちょっともしかしたらローソンちょっと細めで開発してるんじゃないかなって思いますけど、まあ、あとでも出汁はね確かに違いますね。やっぱ多分あのそれぞれのブランドによってあの作り方とかオーダーの仕方多分違うと思うんで、あのそれをかなりあのそれぞれのキャラクターが出てきて面白いなと思うんですけどまさかの全部同じところで作ってたっていうね、全員兄弟だったっていうね、こんななんか各社ライバルですみたいな感じで見せかけておいてさ、全員同じ家で生まれてたっていうねなんか今明かされる真実って感じで私はかなりテンションが上がってるんですけど、でもさそれぞれでさ卵焼きも違うのよ。あのファミマの卵焼きはね、ローソンのちょっと薄めのやつと、セブンの分厚めのやつのちょうど間みたいな感じだね、うん、いただきます。うん、美味しい、間感ある。そしてなんと、餅好きに朗報なんですが、ファミリーマートさんもお餅入ってます。ありがたい。そっか、私知らなかったけどさ、私が一番好意にしてるローソンさんだけ餅入れてくれてなかったんだね。入れてよっていう、どうせその工場の中にあるんでしょお餅ってなんか入れてよって今すごい思いがほとばしってるんですけれども、あ、椎茸、ちょっと椎茸食べてみるね。うん、ファミマの椎茸は生の椎茸だ。生の椎茸っていうか、その、 あの甘く煮た干し椎茸じゃなくて、フレッシュの椎茸に火を通したやつ。なんか味もあの椎茸の味がします。あの甘く煮つけた椎茸の味じゃなくて、フレッシュな椎茸の味がする。鍋に入ってる椎茸の味すごいね、やっぱそれぞれのさ、でも開発担当者のさ感性とかさ好みとか、多分ファミマ的な分析だと生椎茸ってあんま好かれないんじゃないですかね、あれちょっとやっぱババ臭いっすねみたいな、なんかそういうのあったんじゃないかなっていう風に思うんですけど、いや食べれば食べるほどなんかそれぞれの個性が浮き出てきてめちゃくちゃ面白いですね。はー、楽しい。ぜひ皆様もあの3種類あの鍋焼きうどん買ってきて、一番自分の好みはどれかっていう超ニッチなバトルをしてみてほしいなって思います。そしてラスト、最後に変わり種の鍋焼きさんが来てくださっているということで、うわー、こんにちはきゃー、うわめっちゃ美味しそう。ファミリーマートの和風だしの効いた牛肉カレーうどんさんです。きゃー、なんかもうさっきまでさ出汁たちが上品にやってたのにさ、その出汁のさ
あの黄金色をさ塗りつぶすかのようなカレーの香りがもう今スタジオ内に漂ってて、もうなんかみんな叶いませんみたいな、カレーで塗りつぶされちゃいましたみたいな、あのカレーの威力に今やっぱ打ちのめされてるんですけど、めちゃくちゃうまそうですね。あの一口いただきたいと思います。カレーや、カレーは優勝や。こちらですね、28種類のスパイス配合のカレー粉を使用した和風だしの旨みを感じられる関西風の牛肉入りカレーうどんです、ということで、あのラベルは見てないんですけど、おそらく金麗さんが作ってると思います。この美味しさですから、もし違ったらすいません。めちゃめちゃ美味しいです。ちょっと麺もいただきたいと思います。あ、やっぱカレーうどんのさ、このとろみの効いたさ、あのスープ最高だよね。それがさ麺に絡んでる感じ、うーん、うまい、あったまる。やっぱね、私好きですね、そのカレー粉が和風だしととろけ合ってるっていう、このカレーうどんだったりとかカレーそばだったりとか、好きですね。あと中華料理屋さんの鶏ガラスープでカレー粉伸ばして、あのちょっととろっとした、中華食堂のカレーらしとかも好きなんですけど、だしかけるカレーやっぱたまんないっすね。やっぱこれ食べちゃうともう逆に、普通の鍋焼きうどんにも最後にカレー粉をぶちまけたくなるっていう、もうなんか抗えない魅力に今、直面してるんですけど、めちゃめちゃ美味しいです。こちらはね、関西風ということで牛肉も入って、お揚げさんも入って、とっても賑やかで美味しいです。いいね、やっぱりね、たまにこういうなんていうの、変わり種っていうのを見かけて、私も買うことあるんですけど、なんかこうピリ辛ホルモンうどんとかチゲ鍋うどんとかね、あとすき焼きうどんとかね、意外とあるんで、そういうバリエーションも楽しんでもらえたらいいなと思いますけれども、全部金麗が作ってると思います。はい。味な副音声ボイスオブフード、というわけで今回は鍋焼きうどんに救われがちというテーマでお送りして、コンビニの鍋焼きうどんばかりが登場しましたが、まさかのね、金麗オールスターズだったということに感動しております。で、まあコンビニのね、鍋焼きうどんばっかりの話だったんですけど、私結構その町の食堂の鍋焼きうどんも大好きです。この間ね、愛媛に出張に行った時に、松山って鍋焼きうどんがソウルフードみたいな感じで、こうね、鍋焼きうどん屋さんっていうのがあるんですよ。でこう小さいアルミの鍋にチュンチュンにあったかい鍋焼きうどんがやってきて、もう可愛いし美味しいし、もうね、たまんなかったですね。ほんとシルバニアファミリー鍋焼きうどんのお家欲しいなっていう風に思いました。あ、そうそう、松山の鍋焼きうどんってすごい甘いんですよ。でその甘さがね、また病みつきになる感じで、この甘さはね、どこも各社この甘さで行くところはなかったので、ぜひ皆さん松山に行かれた際は甘い鍋焼きうどん食べてみてもらいたいなと思います。というわけで、平野咲子が届ける味の副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あー、お腹すいた。